写真拡大 MDMA を所持したとして女優沢シリエリカ容疑者33、ガマ薬取締法違い犯容疑、所持で警視庁に逮捕されたこと。県で尿検査の結果、MDMA などの違法薬物の成分が検出され、図、使用に関しては白だった子。とが20日、分かった。陰性という結果。に加え、所持量も多くないことから所持に責。しても不起訴になる可能性も浮上した。一方、違法薬物と認識して所持していたことが、証拠として明らかになれば、法律の専門家は起訴される可能性は高いと指摘した。NHK の定例会見では例年同様、年末年、市の特集番組が多数紹介されたが、キリンが来るの PR 企画として発表されたのはチコちゃんに叱られる新春キリンが来るコラボスペシャル1月3日午後7時20分だけだった沢尻容疑者の逮捕の影響が関連番組にも及んでいることが伺われた。木田幸い。木放送総局長は例年だとカウントダウン、スペシャルなど、いろいろな大河ドラマの関連番組が出てくる。そういうことも計算に入れながら考えると語った。